いや、これ本当に難しいと思いますよ。皆さん必ず、取り戻すと、おっしゃって、私も同じ気持ちです。で、例えば自分や自分の家族が、いつの間にか拉致されて、そのまま帰ってこれないという状況になった時に、日本国政府は助けに来てくれないのかというのが残念ながら今の現状ですよね。これあらゆる外交ルートを使っていくということもあるんですが、北朝鮮自体がもう今アメリカの言うことを聞くわけでもなく、どこの国からの働きかけにも当然応じない状態です。で、ちょっと昨日も過激だと怒られたんですが、過去にも私は自衛隊の任務として、邦人奪還任務を自衛隊法に追加する議員立法を、書いて、2回しくじってます。これは自民党の安全保障の、幹部の方々からちょっとそこまでは書けないだろうと。でも今回の、アフガンの問題でも結局は邦人と、保護措置、あそこ、あの任務で出したわけじゃなくて輸送任務だけで出したので空港から自衛隊は出られなかったんですが、でも仮に邦人と保護措置、そちらの方で、出したとしても、大使館まで行くことはできても、でまた空港までお守りしながら、銃を持った自衛隊員も、100名は乗り込んでたといいますか、それができる状況ではあったけど、やっぱ法律に制約がつきましたよね。安保反対、あの安保法制反対のすごい運動の中で、相手国政府の了解がいると、政府がない状態でしたからね。でも政府がないようなところを、混乱が起きているところこそですね、日本人が危険な、目に巻き込まれる、でテロリストに拉致される、こういう状況というのが起こりやすいですね。だからこれは邦人奪還業務というとみんなに惹かれるんですけれども、例えばアメリカにしてもイギリスにしても、特務機関がありますから、いざという時にその所在地が分かれば、どんな手を使っても奪還してくるということができますが、現在の日本の法律はできないということですね。ものすごい難しいから安請け合いはしちゃいけない。だけど本当に粘り強く、いろんな国の方々に語りかけながら、やはり北朝鮮に圧力をしっかりかけていくということを、これがもうこれしか今の法律でできることはありませんね。実はこの番組でですね、何人かその拉致問題の、担当大臣経験者、あるいはその自民党の特命委員会の責任者をされた方、お越しいただいた時に必ず聞いてるんですけれども、北朝鮮に今は国際社会もかなり強い圧力、制裁をかけてますよね。でもアメリカ の、 その、政府関係者がですね、思わず口にしたと言われているのは、日本国内での対応、つまり制裁ですね、これ甘いんじゃないかと、例えばその朝鮮総連をですね、あのままでいいのかということもあって、私は個人的には、朝鮮総連は一旦破産させるべきだろうというふうに思っているんですが、ただそのできない理由というか、しない理由の一つは、破産させても任意団体だから、そのまままた別の第二朝鮮総連を作っちゃうんだから一緒なんだっていうんですけど、いや、やっぱり破産させればそれなりに情報が取れるという面もあるのに、どうしてこれ何年も踏み込まないんだろうかというところもあるんですね。だから国内で実はまだまだやれることはあるのじゃないかと。まず制裁の強化、これはできると思いますね。あと朝鮮総連の扱いについても、萩生田大臣なども、学校に関しては、かなり、しっかりとしたお考えをお持ちですし、朝鮮総連そのもの、についてもやれることは私あると思いますね。これは非常に難しい問題ではありますけど、日本が本気にならないと海外も外国もついてきませんからね、日本の問題だと思っている方もいらっしゃる。でも他の国でも、よその国でも実際に拉致された可能性が非常に高いという国民を抱えている国もありますので、こういうところは相当しっかりと強調していかなきゃいけない。で取り返した国もありますからね。そうなんですよ。それともう一つ聞きたいのはですね、やはりこれも聞いてほしいってことだったんですが、この拉致被害者として認定されている方々以外に、800人以上の日本人が拉致の疑いを排除できない特定失踪者になっている。これをですね、確か古谷圭司さんが、担当大臣だった時だと思いますが、一体
に取り組むんだと、うん、一体としてつまりその認定している人だけのところで線は引かないよということを宣言したと思うんです、うんうん、これはあの高市さんも大賛成です。そうすべきだと思いますね、うんうん、だって本当に長年分からなかったんですもん、うんうんうん、あのただ行方不明になったのか、うん、拉致されたのか、うんうん、まあ、あれはあの安倍元総理もあの北朝鮮に行かれましたけれどもね、はい、まあ、あの時期まで本当に確定的なことっていうのは分からなかったわけですからね、うん、長年にわたって。でその小泉訪朝、安倍さんが一緒に行かれた小泉訪朝の時に、はい、曽我ひとみさんのように、うん、日本側が拉致被害者だというふうに思ってなかった人がこう出てこられるということになったと。だから結局その拉致の疑い排除できない人たちというのもみんな取り返すという取り組みをするということについては、今のそのお考えとしてはもうそのそうですね、その通りだと、はい、いやそれはもうお一人お一人の命がかかっていて、お一人お一人の人生があって、うん、ご家族がいらっしゃるわけですからね、うん、これをもう一体的にやんなきゃいけないです。ただ今もう向こうが明らかにしている、はい、まあ、この方々については特にですね、うん、もうかなり強い交渉もしなきゃいけないし、うん、制裁もしなきゃいけないし、うん、まあ、どんな手段を使っても、うん、まあ、法律でできる範囲になりますけれども、うん、はい、これはもう取り返すための最大限の努力しなきゃいけませんね、うん、なるほど、分かりました。あのそれでですね、ちょっとここであの当番組に何度かお越しいただいたんですけれども、はい、実はね、うん、あのなんかスタッフが掘り起こしてくれた VTR があるんですね、うん、これ最初に出ていただいた時じゃないかと思うんですけど、うん、ちょっとこれ3年ぐらい前ですかね、これ2018年3月ですから3年前ですね、ね、音が出ない、音が出てるんですね。というふうに思っております。今永田町では最も信頼する、ね、政治家のお一人ということで、もう今日は本当にお越しいただいてありがたいというふうに思っております。この前だよね、私が言ったのはね、ちょっと音が切れてたところ、音が切れてたところですね、はい、はい、お忙しいところ、あの私は勝手にですね、はい、冒頭も申し上げましたけれども、もし日本で近い将来女性総理が誕生するのであれば、私は初の女性総理高市さんに、なんで最初からピューマで持ち上げるんですか。思っております。今永田町では最も信頼する、政治家のお一人ということで、もう今日は本当にお越しいただいてありがたいというふうに思っております。初めて出てくださった時ですよ。ですか。そう、その時に冒頭からそんな持ち上げて、なんかよく考えたらあの頃から服一着も買い替えてないなと。そうですか。そうですか。しかもあのジャケットもかなりパンパンできつくて入らなくなって。あ、いや、お互いにやっぱりですよ、年々再々体重がどんどん増えていくっていうのもしょうがないと思います。背中の肉がね。そうなんですよね、背筋ものすごい、私背筋も腹筋も毎晩どんなにやってらっしゃるんですか。やってますよ。でも腕立てもっていうふうには見えませんけど、だからここ閉まんなくなってきて、で広げて広げて広げて直しに出してももうこれ以上広がりませんよ、言われましてね、まあ、あれもパツパツですね。ただあのたまに、まあね、そのお洋服の話はともかく、はい、その3年前に初めて番組に来ていただいた時に、まあ、もし近い将来に女性総理が誕生するんであれば、はい、高市さんがなっていただくのがいいんじゃないかなと私は思ってますっていうふうに言ったんですよ。こんなに、まあ、こんなにって、まあ、3年経ってるからこんなにっていうのも変ですけれども、いよいよ、まあ、それに挑戦される時が来たんだという、はい、か不思議ですよね、まあ、巡り合わせって。いやいや本当にでも一番早くそんなことを言ってくださった方ですよね、うん、そうかもしれません、完全に誰もそういうことは想像していなかった時ですし、そうなんですかね、まあ、今やってるのは総裁選挙ですから、うん、この後の総選挙に勝ち抜かないと、ね、自民党から総理は出せませんが、うん、頑張ります。まあそういうことでですね、その昨日記者会見をされたんですけれども、はい、実はあのその中でいくつかですね、まあ、ちょっと我々も含めてちょっと疑問に思う点もあって、うん、それをちょっと伺いたいということなんです。で一つはあの滝田さんもちょっとあの疑問に思ったと今朝ね、うん、おっしゃってたんですけれども、うん、福島原発の処理水の海洋放出の問題なんですね、うん、でこれはまあ、説明をされて、いましたけれども、
改めて、高市さんのブログというか、うん、コラムですね、ウェブサイトの、それを拝読すると、あ、こういうことかというのが分かるんですけど、ただ我々はですね、これ菅政権でその、まあ、放出を決めた時に、私たちとしてはもうこれはその科学的には問題ないし、